俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。こいつが、こいつがヤムチャか。今は共闘してるってクリリンが言ってたな。修行の成果を見せてやる。結構強いやつだと、ミコも、うん、死んでも知らんぞ。地面にめり込んだやつしか知らないからさ、もうめちゃくちゃ嬉しいわ。こいつ、貴様は俺を知っているようだな。強いのかな。ピッカロさん行っちゃってくださいよ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。ミコ、お前のこと信用しきれねえんだよ、ヤムちゃん。今度は鼻から飛ばしていくんだ。大丈夫か、ヤムちゃん。お前、ヤムちゃん、おー強いわ。ヤムちゃん強いわ。大丈夫だ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。大丈夫か、もうフラグ立ってないか。それ残りも俺一人で片付けてやるぜ、ヤムちゃん。なっ、無茶すんな、ヤムちゃん。え、ヤムちゃん、ヤムちゃん、ヤムちゃん。なんてやつだ、自爆しようと。そいつにやられるのか。そろそろお遊びは終わるとすると。そんなの悲しいよ。いよいよ本番ってわけだ。ベジータとかにやられるんじゃなくて、次はどいつだ。サイパイマイにやられて。あなたの切なすぎるだろお前。そんな知りたくなかった。どいつ片付けてやるかな。嘘だろ。強いやつと戦ってあの風になったんじゃないのか。あんな雑魚やつに行っちまったのかよ。ヤムちゃん、ヤムちゃんしやがって。無茶してねえじゃん。舐めた結果やヤムちゃん。嘘でしょ。切れちまってる。ピッカー天津飯。いや、ヤムちゃん、チャオズ、それに神様ボック、みんなやられちまってる。許さんぞ貴様ら。ヤムチャの仇。待ってたわ。でもヤムチャの明確にはこいつらにやられたわけではないし。カメカメハ。ヤムチャさ、なんかミコ結構なんかでかい、そのなんていうのかな、でかいっていうのもあれだけど、ベジータに立ち向かってやられたとか、なんかそういう感じだと思ってたの、てっきり。そしたらさ、なんかちっちゃいやつにさ、自爆させられてさ、死んでてさ、悲しくなっちゃったよ。ヤムチャ仕上がってて何だったの？とうとうヤムチャを知ったんだね。うん、ついに知った。どうしてそうなったのかっていうところ。だからこその名シーンなんだよ。そうなの。サイバイマンはラディッツと同じぐらい強いよ。そうなの、あの自爆の技が結構強いんだ。